聴覚障害者の特性とサポートについてお話をしていただきます。よろしくお願いします。岐阜市聴覚障害者協会会長の清水道義です。聴覚障害には全く聞こえない人と聞こえにくい人がいます。また音声言語障害では口頭摘出や麻痺、失語症などにより発声、発語が困難となります。まずはコミュニケーション方法を確認してください。コミュニケーションは手話、筆談、ゆっくり話すなど人により様々ですが、どれか一つがあれば十分ということはなく、話す相手や場面によって複数の手段を組み合わせたり使い分けたりしています。その人の用いるコミュニケーション手段を理解し尊重してください。口話読は相手の口の動きを読み取る方法です。口の動きが分かるよう正面からはっきりゆっくり話してください。要約筆記は話されている内容を筆記者が要約し文字として伝える方法です。筆談、紙、ホワイトボード、パソコン、携帯電話の端末の画面等に文字を表して伝える方法です。例えば、補聴器をしている人に大きな声で話しかけると、補聴器の中で音が割れて余計に聞き取りにくくなります。高音が聞こえにくい人や低音が聞こえにくい人がいます。子音の区別が難しいという人もいます。声の大きさはいつもの通りで、口を大きく開けて、ゆっくり、はっきり、単語を区切りながら話してください。それでも聞き間違いが起きます。その場合、同じ言葉を大声で繰り返すのではなく、表現を変え、身振りや文字を使うなど、対応方法を変えると伝わりやすくなります。視界に入らないところから急に触れられると非常に驚くことがあります。聞こえていないかもと感じたら正面から声をかけてください。市役所や病院、銀行、お店などで順番を待つ間は、いつ呼ばれるかとても不安を感じています。順番が来たら合図をしたり、直接呼びに来てください。聞こえないために音声による情報が伝わらなかったり
日常生活においても自分の言いたいことが伝わらず、緊急の情報から取り残されるなど、情報とコミュニケーションのさまざまなバリアがあります。相手に合わせて情報提供やコミュニケーションの仕方を工夫していただけるようお願いします。